堺市政11周年記念シリーズ3日目の争い競争水面上若荷坊選抜第12レースを迎えました。ピット離れでやや遅れを取った感じとなったのは5号艇の吉川。回り込んできています。スタート展示だ吉川3コースに構えていました。並びは1番、2番、5番、ダッシュが3番、4番、6番、3対3と分かれていました。12レース出走メンバーは1号艇塩田北斗、2号艇平石和夫、3号艇黒柳弘隆、4号艇永井氷也、5号艇吉川明夫、6号艇矢崎誠一、以上の6選手が争います。インコースは1号艇の塩田北斗です。隣2コース2号艇の平石和夫、5号艇の吉川清スタート展示と同じ3コースです。4コース角には3号艇の紅柳、4号艇の永井氷也が5コース、6コースが6号艇の矢崎誠一です。スタート展示と同じ並び3対3と分かれました。進入インコースから1番、2番、5番、ダッシュ3番、4番、6番です。スタートしました。インコースから1号艇の塩田、アウトコース6号艇の矢崎、いいスタート。1周1バック1号艇の塩田が逃げる。5号艇の吉川がまくり刺そうとする。さらに内3号艇の紅柳、外は6号艇の矢崎、バックストレッチ。1号艇の塩田が先頭です。2番手3号艇の紅柳、外は6号艇の矢崎、差がなく5号艇の吉川、内から伸ばす4号艇の永井です。2号艇の平石最高峰、スタート正常でした。1周2バック1号艇塩田がトップ、2番手3号艇の紅柳、ホーム直線コースです。3番手5号艇の吉川、間4号艇長井、外は6号艇の矢崎、5号艇の吉川3番手、一定身から二定身リードを取っています。2周1マークの旋回です。1号艇塩田、3号艇の黒柳、3番手は5号艇の吉川、外握ってきます。6号艇の矢崎、内は4号艇の長井、バックストレッチに入って3艇が3番手争いです。内4号艇の長井、間5号艇吉川、外は6号艇の矢崎です。その2艇身から3艇身差では最高峰2号艇の平石。2周2マーク1号艇ショタ、3号艇の紅柳、3番手争いは4号艇の長井、5号艇吉川、6号艇の矢崎、ホーム直線コース。5号艇の吉川と4号艇の長井の3番手争いでレースこれから最終周回に入ります。3番手争い、内から6号艇の矢崎接近します。先手を打っていく、小さく待って6号艇の矢崎に、外は4号艇の長井、5号艇の吉川、最後のバックスレッチ、4号艇の長井が最後のバックスレッチ、一停止二停止とリードを作っての3番手も内側5号艇の吉川です。差がなく4番手5号艇吉川。ラストターンマーク、センター1号艇の塩田、2番手3号艇の紅柳、3番手5号艇吉川の内から4号艇の長井です。4号艇の長井2番手にも迫ってきます。先頭1番の塩田5塁、3番黒柳、4番長井で5塁、5番の吉川、6番の矢崎、ラストは2番の平石5塁。